こんにちは。私の名前はユルゲネ・メドベデバです。自宅には日本のアニメグッズがいっぱい。そんな日本大好きの17歳、メドベージェは。しかしリンクに立つと、その雰囲気は一変。個人戦11連勝中、世界記録を塗り替えること実に9回。まさに史上最強の女王と言っても過言ではない。сложившаяся цель уже со временем уже определилась, что именно я хочу показывать во время своих выступлений. Я бы так не сказала, потому что то мне и даст результат. И все зависит только от меня. オリンピックの金メダルは確実。そう言われながらも、決してその歩みは止めない。絶対女王、いざさらなる高みへ。エフゲニア・メドベージェワさん、ロシア。さあ、フィギュアスケート史上最強の女王の登場です。17歳エフゲニア・メドベージェワ、個人戦11連勝、歴代最高得点9度の更新。まさに無類の強さを誇っています。オリンピック金メダル筆頭格、新しいフリーベールを脱ぎます。映画アンナ・カレーニナより、3回転3回転のコンビネーションから始まります。トリプルリップ、トリプルトーループ、高さ流れともに良かったですね。次は単独です。トリプルルッツ、ポジションも綺麗ですね。トルストイの名作アンナ・カレーニナ、美しくも悲しきヒロインアンナを演じています。ステップシークエンス、一つ一つのステップターンが明確ですね。そしてこの豊かな感情表現です。後半に向けてスピードもどんどん上がっていきます。さあ、その後半へ。ジャンプの基礎点 1.1 倍、5つのジャンプの要素が続きます。トリプルリップ、この入り方も工夫がありますね。トリプルループ、ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルトーループ、3回転3回転のコンビネーション。トリプルサルコ、トリプルトーループ、次が最後です。ダブルアクセル、
コレオシークエンス。強い、強いですね。ロシアのエフゲニア・メドベージェワ、メドベージェワもガッツポーズです。三原が作ったこの空気をガラッと変えました。さすが女王といったところですかね、その悲劇のヒロイン、その空気に染めました。もう最初から本当にもう劇場型といいますか、はい、本当にぐっとこう観客を引き込んで自分の世界にどんどんこう入っていくことができる、またジャンプも確実に決めていったのはもちろんなんですが、ジャンプを飛ぶ前、飛んだ後のやはりそのステップだったり入り方の工夫というものが非常にこう細かいですね。よく考えられたものが入っていたと思います。そしてところどころに訴えかけるポイントというものが散りばめられていまして、あのメドベージェワ選手の目でこちらをグッと見られると本当にもうドキッとしてしまうような、そうですね、はい、引き込まれる素晴らしいプログラムだったと思います。ほとんどのジャンプにそして加点が見込まれる手を上げてのジャンプとなっていました。さあメドベージェワの得点は 152.08。 三原の上を行きました。八木の技、はい、やはりあの演技構成点のすべて5項目9点、しかもパフォーマンス 9.61、 すごい、すごいですね。現在チームヨーロッパが1位、チームジャパンは2位です。改めてこの結果を受けていかがですか。まあ、でも女王は確かにすごかったんですけれども、あの日本の2人も頑張りました。はい、三原選手も素晴らしかったですし、そうですね、本田選手も初めてのチーム戦よかったですね。オリンピックにつながる滑りを見せてくれました。はい、さあこの得点がチームに加わってチームジャパン逆転ならず、チームヨーロッパ見事優勝、3年ぶり3度目の優勝を果たしました。もう4ヶ月後に平昌オリンピックは控えています。全ての自分の出したい目標である演技に向かって頑張っていってもらいたいなと思いますね。はい、そうですね、激動のシーズンはまだ始まったばかりです。八木沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は木下グループ各社、今を生きる楽しさをジャパネット、後世と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。